おはようございます、フォルテです。シャキン、本日はファツリのショールームに来ました。しかも今回イタリアからも送られてきて、その一番最初の音を弾かせてもらうことになりました。あの飛行機で送られてきて、すごい厳重に送られてくるんですけど、ピアノがまあね、どういう風に運ばれてくるかっていうのをお見せできたらなと思います。それでは行ってみましょう。来ました来ました、ウインカちゃんされてます。うお、すげえ。イタリアから送られてきて、ショールームで、まあ、調整されてから展示されるようなピアノなんですけど、もう今届きたての箱はこんな感じです。かっこいい。フルコンです。278っていうのはね。うわ、すげえ。フルコンだからやっぱでかいな。すげえでけえ。はい、押さえてるね。はい、ございます。はい、どうぞ。あ、来た。これ1回転か。せーの、よいしょ。どうだろう。800キロあります。800キロ、うん、この木枠のことの重さが800キロを3人で。じゃあ取るね。はい、7、ここにあるこのセンサーが倒れてないかっていう、運送中にだけ傾いてないかっていうセンサーです。ここにあるセンサーがショックウォッチって言って、ショックがなかったかと。でショックがあったらここが赤くなるんですけど、無事全く問題なく運ばれてきたっていうことです。これがファツリの木箱です。これがね、開墾の説明書だそうです。読んでもね、まあ僕は開墾のやり方わかんないからね。とかピアノの足とかが入ってます。すごいですね。めちゃくちゃやっぱ綺麗にラッピングされて、ちゃんと維持されてイタリアから届いたそうです。 いいね。僕の買ったピアノもこのような感じで来たんだなってね、思いました。飛行機で来たんですか？はい、先週の木曜日だって、同様の晩、ミラノから飛んで、日曜の朝に到着して、月曜日、週間取って、火曜日、こちらです。こんにちは。278の3238番だそうです。皆さん見てください。この木箱、ここだけ穴が開いてるんですよ。これね、税関をくぐるために、まあ中に入っているものを確認するために見せるような穴だそうです。大変こんにちはしてきました。ついに来た来た。ここから、はい、ショールームに入りました。はい、どうぞ。証明書と保証書だ。はい、足の中の状態を、足出てきた出てきた。ダブルキャスターか、でかい。やっぱ中がすごい綺麗ですね。ファツールがピカピカやないかい。すごい綺麗。あ、三層響板ですね。本当に、あ、ほんまや、こうやったら見えますね。ここ見やすいですね。そうですね、この要するにこの鏡板の中にちょっと黒い縦と横で3つの鏡板が重なってますね。あ、こうやってちょっと分かる。 OK。 はいね、ちょっとイタリアの、あ、でもほんまにイタリアの空気しますね。本当に、あ、本当に分かんないけど行ったことないから。あ、工場の匂いやっぱしますね。でもちょっとね、うん、お新品の匂いがしますね。お新品な。そう、でもまだ弾けない。あ、そうですね、ロッキングされてますね。そうです、動かないように。フルコンでかい、でかいね。今からは何の作業しますか？今ね、ハマフリーするじゃん。よいしょ。
ロッキングされてるから、それを外してハンマーが動くようにします。そっからじゃないと弾けないですからね。そうです。おー、いい。おー、素敵。いいですね。はい、それでは今から第1音目を弾きたいなと思います。はい、ファッツヨリが来ました。イタリアからね、届いたばっかですよね。だからまずは、こんにちは、おはようございますっていうね、挨拶をちょっとね、第1音目を弾かせていただきました。いや、でも、でも調整されてまだないんですけど、調整する前の出荷状態なんですけど、ショールームのピアノって結構もっとおじさんが調整してショールームに展示されるんですけど、その前の状態なんですけども、やっぱり全然違いますね、調整されたものとされてないっていう感じのものでは。ピアニストの音もすごいね、出る。はい、というわけでね、イタリアから届きたてで聴かせてもらいました。記念すべき初めての曲はこんにちはとね、美しい音でさせていただきました。僕も見たことなかったので、そのイタリアから飛行機で飛ばされてきて届いて、で、どんな状態の箱だとか、すごいピアノを大切にしてるのが見ても分かったし、まあ弾いてみても思ったので、まあ良かったです。というわけでね、皆さん、バイバイ。見てくれてありがとね、よければグッド押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボーイ、マッチョ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 。